おい翔吾、ぼやっとするなよ。なんだよ変だな。お前今日でバイト終わりにするんだろ。最後はビシッと締めていけよ。頑張ったよな、アタリア娘、ヒビキちゃんのために。え？そう？お前気づいてなかったの？俺見かけたことあるんだよ、ヒビキちゃん。何度もこける練習してたよ。セリフも繰り返したりして必死だったぞ。おかしな子だよな。いじらしいよな。うらやましいね、そんなに好かれて。何気にしてんの？出会い方なんてどうだっていいじゃん。さては喧嘩でもしたか？誰にでも一度や二度の失敗はあるもんだ。皿の一枚ぐらいいいよ。早く片付けとけよ。正午、今日のお前ダメ。もう皿は洗うな。っていうか皿のそばから離れてくれ。じゃがいもやっとけ。
と正吾がさ、本当に一緒に見た本当の最初の空だよ。本当の本当の同じ空だからね。ありがとう、ありがとう正吾、本当に本当に本当にありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。短期間の上にすぐ現金で欲しいとか無理言うよな。俺がその無理を通してやったんだから、今度少しおごれよ。ま、振り込みよりも手渡しの方が働いたって実感が湧くからいいよな。じゃあな、お先。いやいや、結構だよ。また今度いつかな。カフェのスペシャルランチで手を打ちや。じゃ、がばって。通りな、携帯かけてきた、仲直りしろって。ごめんね、騙してごめん。すごい怒ってるよね。そりゃそうだよ。めちゃくちゃインチキなやり方で正吾と仲良くなったりして、私ってずるいよね。でもさ、私どうしても正吾に振り向いてほしかったから、ずっとずっとどうしてもどうしてもどんなにずるいやり方でも正吾に振り向いてほしかったから。って言われてもいい。私は欲しいもののためだったら、本当に欲しいもののためだったら盗むよ。盗んだって手に入れるよ。だってどうしても正吾が欲しいんだもん。私が欲しいのは正吾だもん。
いやいや、ひびきちゃん、大したことじゃないよ。あのね、俺、シン。赤手紙通り優しいんだね。すんごいいい人だよ、赤手紙通りって。私とショウゴが仲直りできたのは赤手紙通りのおかげだよ。まあまあ。それでね、私とショウゴ豪華客船乗るんだよ。ディナーナイトクルージングだよ。外国の映画の夢物語だよ。でも現実なんだよ。よかったね。うん、フランス料理食べるんだ。デザートもあるんだって。めちゃくちゃ美味しそうだよ。すごい？うん、すごい。は、博多ガニ通りに何かお土産持って帰ろっか。なんか良さそうなものあったら頼むよ。じゃ、うん、任せて。あ、もし嫌いな食べ物あったら教えといてね。あー、もう楽しみだな。はーい、ショウゴ。昔、すごいちっちゃかった頃。引っ越ししてね、かなちゃんに会ってね、仲良しになったんだ。でも、私はまた引っ越ししたからね。うん。それで、かなちゃんとは会わなくなっちゃった。手紙ぐらいは書いたかな。
や、ほんとほんとじゃあ、ゾウってかなり賢いじゃん。人間と対等に勝負できるわけだから。まあね、むしろゾウの方がトータル能力は勝ってるかもね。人間はその間、何もできずに眺めているしかないんだから。本当に仲間を連れて復讐に来るの？だってさ、どういう風に仲間に伝えるのかな。おい、みんなついてこいよ。すげえムカつく人間がいるからよ。ちょっと締めに行かね。奴らの家、二三軒潰してみようぜ。悪い人間をやっつけに行くよ。気持ち悪かわいい、かわいかった、すごく。皆さん、まったね。バイバイ。あ、響と翔吾もバイ。ショーゴ、カナちゃんと仲いいんだね。すごいいいみたいだね。どんな関係？